教えて、ライチ先生。新年はのどかでいいわね。家事はしなくていいし、患者さんは来ないし。よう、父の人、遊びに来てやったぞ。ほら、タオ、遊びじゃなくて、お勉強しにでしょ。そうだった、忘れてたぞ。タオ、お勉強しに来たぞ。じゃあ、少し早いけれど、そろそろ。あら、あらら、ここどこっすか。おや、ここは確か。こいつらまた来た。前にもここ来たことあるっす。病院っすよ、病院。薬品の匂いか。あら、またここなの。ずいぶんと高い確率事象なのね、これは。どうも安定していないようですな。家主を無視して会話を進めないでいただけます。レイチェル様、やはり時間転移は難しいかと。そうね、お父様の書き残した文献を見て理論は理解したのだけれど、実践はまた違うものね。あら、あなたいたの。ええ、もうずっといました。なんであなたたちはいつも突然現れるんですか。聞いていたでしょ、時間転移を試していたのだけれど失敗しただけよ。時間転移って何ですか。まったく。まあ、いわゆる一つのタイムワープのことですな。タイムワープ。そうっす、時空を超えて幼くてちょっと子に暮らしかった頃のあいつを見物し。ギー、余計なことは言わない。お仕置きよ。姫様、痛いっす。レイチェル様、私がいつもしていただいているように相手を転移させてみてはいかがでしょう。そうね、やってみようかしら。とその前に、少し喉が渇いたわ。バルケンハイン、お茶を入れてちょうだい。かしこまりました。と確かこの家には紅茶はなかった記憶がございますが。へへーん、こんなこともあろうかと、ちゃんと紅茶も買っておきましたよーだ。あら、気が利くじゃない。では、早く私に午後の紅茶を楽しませてちょうだい。すぐに用意いたします。では、失礼して。失礼、家主殿。相変わらず、茶葉もティーセットも見当たりませんが。冷蔵庫の中にあるでしょ?よく冷えたアフタヌーンティーが。もしや、家主殿が言うアフタヌーンティーとはこれのことですかな。そうよ、お手軽リーズナブルな嗜好の紅茶、アフタヌーンティーストレート。もう結構よ、めまいがしてきたわ。それじゃあやってみましょう。姫様、ファイトッス。さあいらっしゃい。ちょっと昔のラグナ。ああ、なんだ急に。タオカガにバルケンハインか。おお、猫の人、猫の人にゃ。おや、これは奇遇ですな。おわっ、なんだ。ウサギ、またてめえか。あれ、大きい方が来たっすよ。しかも猫付きっす。もう、一体全体何なのよ。小娘までついてきたわ。てめえレイシェル、勝手に転移させんじゃねえと何度言ったら。待ちなさいラグナ、今日の日付を言いなさい。日付だ。何言ってんだおめえは。いいからとっとと言う。あ、はい、今日は年末の12月30日くらいじゃなかったかな。さすが無職、日付の感覚が急すっす。け、無職って言うなよ。無職だけどさ。けど今日はもう新年だからね。もしかして。どうやらちょびっとだけ昔のラグナを転移させたようね。
そのようですな。おお、でも姫様すごいっす。歴史的快挙っす。天才っす。ギー、うるさい。姫様、痛いっす。登場人物が多すぎて、いつにも増して影が薄いわ。なあなあなあ、なんか楽しそうにゃすね。タオも混ぜるにゃす。よくわからんが、話の流れから察するに金魔法に成功したのか。ええ、そう。ほんの数日分だけれど、過去のあなたたちをここに転移させたわ。おお、それは大したものだ。魔女の証明だな。ジューベイ様、魔女の証明というのは？空間転移が術式でないのは知っているか。そもそも空間転移なんておとぎ話でしか。まあそうだろうな。現代に魔法を行使できるのはそこのレイチェルを含めて 2,3 人いるかいないかだからな。ではジューベイ様も。俺、いやいや、あいにく俺は肉体系でな、術式も一般の人、いやいやいや、猫並みにしか使えんよ。あの、もしよかったらそのあたりの話を。ちょっとあんた、ジューベイ様になれなれしくしないで。あら、可愛らしいお嬢さんね。あなたは初めてね。今頃になって気づいたのかよ。タオの勉強も兼ねて術式などについてもう一度話してもらえませんか。まあ俺は構わんが。どうでもいいけど人多すぎだろこれ。今までのお勉強で術式が使えるようになった歴史とかはにゃんとなくわかってるのにゃす。あら、感心感心。昔昔に戦争があって猫の人が大活躍したにゃす。そんで猫の人の仲間が魔法を教えてくれたのにゃす。そんでもてそんでもてその魔法をドーンとバーンと改造して術式にしたにゃすよ。まあ大体合ってるな。うん、まあ大体な。でもでもよく考えてみたらそこんとこの細かいところよく分かってないのにゃす。いわというわけで一番術式に詳しそうな人に教えてもらうのにゃす。タオの野生の勘をベンベンに働かせるんです。クン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 ニャス。私嫌よ。ニャス、にゃんでニャスか。今までの人はみんな優しく丁寧に手通り足通りスマイル無料で教えてくれたニャス。そうだったかしら。私があなたに術式の仕組みを享受してあげることによって何か得することでもあるのかしら。にゃにゃ困ったにゃす。これじゃあこのコーナーはおしまいなのにゃす。悲しくなったらタオお腹すいたにゃす。いい人、一緒にご飯食べに行くにゃすか。ウサギが嫌だっつうんならしゃあねえな。いいぜ、飯食いに行くか。あなた、なぜわざわざラグナと食事をする必要があるのかしら。空腹なら一匹でどこへなりとも食べに行けばいいでしょ。いい人とご飯を一緒に食べると楽しいです。何が悪いんやすか。気が変わったわ。術式の仕組みについて今節丁寧陰銀無礼に教えてあげるわ。さっさと講義を聞く準備をなさい。気が変わったニュースか。それならお腹が空いたのはちょっと我慢するニュースよ。仕方がないから聞いてあげるニュース。いいわ、その代わり一言も聞き漏らさないようにすることね。姫様、ものすごく静かに怒ってるっす。あの猫娘、後でどうなっても知らないよ。ナムナム。そんでは、ウサギの人、よろしくです。では、暗黒大戦中、黒き獣が突然活動を停止したことは知っているかしら。もちろんです。その間に、当時から大魔導士と呼ばれていたナインによって
魔術が伝えられたの。にゃいんですか、父もにゃいんのか。はあ、魔術はそれ単体では使用することができなかった。単に人類には扱えない代物だったという魔術を使うため、人類は研究に研究を重ね、やがて成果を生み出した。術式は黒き獣より流出しているマスを利用して科学的に術を行使できるようにしたものなの。うん、これで誰でも術式使いたい放題にゃすね。そう甘くはないわ。術式を使用するためには特別なコードを利用しなければならない。平たく言えば呪文ね。コードを唱えて術式を利用する、それが魔導書システムよ。おお、にゃんだかいろいろつながったような気がするなにゃ。術式が使えるならタオも魔導書いっぱい欲しいなにゃ。でもそしたら本棚がいるにゃすね。タオは本棚なんて持っていないのにゃ。まったく物知らずもいいところだわ。魔導書は必ずしも本の形をしているとは限らないのよ。あにゃ、書っていうのは本のことじゃないにゃすか。まあ紛らわしいといえばそうだけれど、コードを唱える、つまり術式の呪文が刻まれているものとして魔導書という名がついたのよ。ほうほう、にゃーるほどな、初耳情報満載なのにゃす。例えばこの白髪男の右腕もそうよ。ほら、本の形なんてしていないでしょ。あ、おい、レイチェル、こいつはあくまでも俺を追っているトガオイなんだぞ。ほうほう、いい人は右腕が魔導書なのか、そりゃ大変だな。な、じゃあ、ウサギの人の魔導書はどれにゃすか。その黒豚か、それとも空飛ぶ肉まんか。黒豚！まさかあたいのことを言ってるんじゃないだろうね。お姉の呼び方もひどいっすけど、オイラのもひどいっす。なんすか空飛ぶ肉まんって。まさか、私は術式なんてナンセンスなもの使わないわ。あにゃ、そうだったか。すると、ウサギの人はどうやってワープしたり風ピューピューしたりしてるにゃ。最初に言ったでしょう、私が行使しているのは術式の上の魔術のさらに上の魔法よ。